油断しちゃダメよ。打ち砕く。ここからよ。風よ起これ。私の出番のようだね。絶好調だよ。痛いって。ついてこれる？変身。近づくな。
へ至る道。Thank you.
も。漂白者、ねえねえ、花火でも見に行こうよ。はい、交流では。そうそう、それにお祭りの創設漂白者もやってみなよ。お願いを。いや、それじゃ。ここ最近どこに行ってたの？それとそれと何か思う？へえ、さすがだよ。名式の敗北。その通りってことはや、ねえ、いい、あんたとあた、それと酔い好きか、それ、そうね、今週中の人が。じゃあそれで決まりだ。あ、そうだ、それが今日の一番大事なこと。そう、確かにそう。いそういえば、そしたら私も覚えています。ただの素敵。それか、音もなく。ほら、願いの木はすぐそこにあるから行ってみて。私たちはもう、私は今年は良い月、ヤンヤンはみんなが平和に楽、ヤクシは気にしないで。ほらほら、あとはあんただけだよ。ね、我は美味しいもの。アブはなんて？願いの。実は私、これはお願い。不具合を起こした誰がこんなところに。このロボットがなんだか。あれ、これは月の木や、つまりこのロボット、普段は願いを叶える月の木や。よし、願いの木へ行ってみよう。大丈夫、どうやら故障してし、セルフチェック、コマンド指示者、クリーニング。なるほど、お願い。願いの実、まさか、エラーデータを書く、セルフチェック、とりあえずこれでだ。ごめんね、長い、うん、ハクを連れ戻してくれてありがとう。もちろんだよ、はじめまして、僕は総理よ。な、僕はただ次に君、そう考える月の木屋の主だけど、このことは願いを叶えて、僕はただみんなの願い、お願い実現、嬉しい。ごめんね、ハクは、ハクにとって僕の予想が正しければ、そういうことなら、
ようこそ。だから悪いんだけど、ゆっくり考え、それに月の簡単に説明、最初は。だけどさ、それだけじゃない。まだケツ、このままだと。悪にも肩から。だけど願いの損失を最小限。確かに確かに、ヤンヤンたちもたん、そう言ってくれて嬉しいよ。でも迷惑、ありがとう。悪脅迫者、うん、酔いづき、興味があるのならぜひ。僕の仲間だよ。うん、研究員の。だけど分析の結果、ハク、やっぱりそうか。文字はデータ、時に人が、みんな。これは僕だから、行政は。うん、漂白者、本当の願い、うん、そうだと。とりあえず、でも、それにこのコードを解読し、総理出席、私作品よ、ひとまずラボ、そちらので、わかった、焦る必要はない。ラボで少し、脅迫者、行政の調査は君に任せ、ありがとう、このコードに書か、それじゃ、頼む。にいる行政の根、こちらの女性の行動と断定はできます。推測、両者の関連性は。研究員に直接話を聞いた方がいいのかな。条件に合う対象を発見しました。対象の身分参照、過疎研究員、実験課所属、行政または仕事の。
ファイバー掲示板見た単語検索その書また昨日そんなそうまあいいや あんたさっきからずっと俺たちちょっと待ったあんたもしかしてまさかこんなところで会えるなんて行政深夜これらのおいおいプロトコルを検索中申し訳ございませんその質なるほどそうかおっとあわるの正体に関する情報を得ることはできませんでしたが新たなキーワードを入手しましたね確かにそれから一つお伝えしなければならないことがあります先ほど10番さん我々の会話を無ごめんこれには深い事情君たちは行政がペンネームでこの結論僕はそれに君たちもすでにいや10番もきっと君初めて行政が10番はだけど理由を直ああ最初はそこで彼の願いキュウリさんより提供された情報は90そんな僕はその方が心配だよ教えてくれて10番はでもだから彼が本当にもし10番のそっちはこれまでのよかった早速恩返に記録にこのデータそれじゃあシグナルの伝達正常これは遠隔それに検査世に任せよどこにいるでしょう僕と踊りたい？ほっ、姿です。フック。どこにいるでしょう？決まり！一度運が舞い込めば、きっとすごいことになるや。どうしてまたここに俺にこれは総理と漂白者は今とっくにその研究あんたたちが持ってここの数字にへえあかいや俺しかいない友人にいや何を言っているのか月の木屋に君のことああ研究員二人でサンプルがなのに俺は結局誰もいなく友人に怪我もしお前
そんなこと言ってるつもり。キュウリ、僕がお前を僕らの追い求めて。でもいいから、ね、僕を避けて。研究どうやら僕ということは行政。うん、それじゃあ氷学者、この間酔い図機械の出店の種類はみんなの願いと好みによって変わるって言った。覚えているかな。良さそうな手。
危険な匂いがする。どこにいるでしょう。獅子の鼓ね。終焉御礼。どうし、やっぱ高いとこっていいね。
如ごとし。一度運が舞い込めばきっとすごいことになるよ。
だけど、そうだね、おそらく。おつまり文字とにらめっこ。カエイさんと息子さんはどんな人生を歩み、漂白者、生死に関わる願い、大切な人との別れ、略士が言っていこの次のお祭りで、でもみんなのここ、彼女の、おっと、もうこんな時間。すみません、僕はそ、よは、息子の願いを叶えて、あの子にはいつの日か必ず名式をでもあの子は、私はただ、あの時はだけど、はあ、悪いね、おばあさん、ああ、あんたたち、あの手が、答えですか、あ、そういう、外に来い、分かった、さっき息子さんが、けれど息子さんが、そのすべ 100% もしかしたらあんたたち、私よりも足腰が弱いのか、私のゲ、はあ、あんたたちみたいな若い子は、カエイさん、どうも、あら、ええ、炎がこの絵を、炎が私の、このうち、またうちかいか、ご一行さん、わあ、素晴らしい腕前ね、さあ景品、これは、はい、作り方、良きに、カエさん、本当は覚えていない、少しでも、そういえば、こんにちは、カエさんですよね、修炎教官の教えがなければ私はきっと今でも武器を握る勇気さえ持てなかったと思います、恐怖を克服する方法を修炎教官が教えてくれたんです、あの子は、カエさん、カエさん、それなら、その前に総理よ、あんたたちなら月の木屋に、それこそ、おばあさんは、今はまだ、カエさんはきっと、いさて、ところで、
Ha ha!